はい、皆さんこんにちは。永田町風雲録の時間です。本当はですね、ここで、早野徹先輩がですね、司会をいつもしてます。ちょっと今日どうしても日程がちょっと合わなくてですね、今日は私ジャーナリストの鈴木哲夫が、まあちょこちょこ過去キャスターなんかもやってたから、お前がちょっと司会しろということで言われまして、やりますが、もちろん、もう一方のまさにこの番組の核になる平野佐藤さんいらっしゃいます。お二人で話しますが、まあ今日は平野さんオンステージということで、いろいろ話を したいと思うんですが、だいたい3人いると3分の1しか喋れないけど、今日は2分の1喋れますから、ということで、まあざっくり言うと親父と息子が2人で、まあ裏話を、しようということでございます。ということで今日のテーマ、平野さん、なんて言ってももう参議院選挙がですね、そうそう始まったんで、うん、これまあざっくりですけど、まずもうどんな風に見ておられますか。今度の参議院選挙のこのなんていうか、戦後史のね、歴史的意味ってのはものすごく重要だと思うんですよ。重要。で、その歴史認識がね、与野党とも欠けてるね。それを僕は恐ろしいと思ってますね。どういう重要な歴史認識ってのはどういうことなんですか。というのはですね、安倍首相が第二次政権を作って、まあ、約7年ですか、はいはい。その間本当に昭和の初期のね、日本がファシズム化したね、政治工程とそっくりなんですよ。でそれはやっぱり、軍部と官僚がファシズム化して、天皇を利用して、日本ファシズムがをして、満州事変、それから中国事変、太平洋戦争にぶつかっていた流れをね、そっくりなのに、それをそれは政権政党は自民党と公明はそのつもりでやってるわけだから、それは成功してるなという、思いでしょうけど、野党がね、ご野党が選挙協力するとか政策協力するとかと言いながらね、極めて中途半端なね、対応してる、そういう野党に歴史認識がないということが僕は非常に恐ろしい。そういうつまり背景があるのに、まあ、野党はいろいろ政策課題で攻めてますけど、そのバックには実はとんでもないそういう大きい背景があるんだと、流れがあるんだと、そういうことですよね。そう、それでね、まずね、学者有識者があんまり気がついてないこと、もちろんマスコミのね、一部は気がついてるけど、特にその政府に忖度するね、大新聞大テレビね、これがむしろ一部はあれでしょ、そういう流れを積極的に作ってるでしょ、煽ってるよとか、煽ってるでしょ。だからね、私はね、深読みしすぎるかどうかともかくとして、昭和10年1935年に生まれた人間としてね、ゾッとしてますよ、この変化を。有権者ってそれ気づいてない人も多いんじゃないですかね。まあね、もっとこうなんか矮小化して、例えばその年金とかね、まあ、それ僕すごいそれ大事と思うんですけど、だからそういうものにこがっと言ってるけど、実はその背景にあるものはなかなかこう読み切ってないところもある、ね、それけど一般の有権者はやっぱり、しかるべき、その教育って言いますかな、その啓蒙をしなきゃわからない、しかし分かってる人もいますよ。年配の人でそういう危機感を、感じてる人っていうのは。平野さん、なんかちらっとこの打ち合わせ、さっきの打ち合わせで聞いたけども、いろんなとこちょっと回ってそういうお話されてて共感を得ているという僕ね、市民連合、千葉県の市民連合ですけどね、で、まあ、自由党の当時、自由党の代表で小さなサイクルとか、市民団体なんか呼ばれて、20人とか30人ぐらいの中で、問題意識持ってる市民ってのは結構いるんですよ。
それは北朝鮮問題だってそうですし、イラン問題だってそうですし、うん、トランプさんが出てきて、うん、その資本主義のね、うん、その非常に悪い部分を、うん、言うでしょう、いろいろと無責任に、でそれにもうぴったり日本の、うん、権力体制がついてるわけでしょう、うん、それに対する危機感というのはね、ものすごく持ってますよ、うん、市民は。しかしそれはあの歴史的に系統的にそれをどうすればね、うん、いいかという意識ないですよ、うん、だから僕はそういう観点でね、僕はあの、うん、昨日、うん、その参議院選挙が公示になった、うん、それからその前の日には各党が、うん、与野党が基本政策を発表したと、ね、はいはい、それから都市討論やったと、はいはい、こういうのをね、こう検証するとね、うん、どうですか、どういう印象を持たれるんですか。それでね、問題はね、うんうん、その自民党と公明党はね、うん、これはあの権力側で、うん、日本の国をおかしくしようとしてるわけだから、うんうん、いわゆるファシズムを、うん、あの進めて、うん、いわゆる軍事、国家化に、うんうん、しようと、まあ、公明はいろいろ言ってるけど結局ついていってるわけだからね、うんうん、だからこれはあの権力の非常にその悪い部分を、うん、あの活用しようということだから、うんうん、これは論外ですけどね、うん、それに対してやっぱり立憲国民共産、うん、それから社民、うん、これがどういうふうにそれに、うん、抵抗するか対抗するか協力するかね、うんうん、こういう勝負なわけですよ、それがその一番いいのは、うん、今度の参議院選挙で政権交代、うん、安倍を退陣にその追い込むと、うんうん、というのは過半数与党が野党が取ること、うん、なはずですよ、うんうんうん、ところがもうすっかり諦めちゃって、うん、3分の2を取らさなきゃ憲法改定の大成功だというそのだらっとした流れになってるでしょう、うんうん、で G20 以降安倍さんのなんていうかこれまでの月みたいなものはみんな落ちてきてるわけだ、うん、あの大阪城のエレベーターにせよ半導体の面にせよ、いや G20 でいうとね、そのまさに安倍外交 の、 その僕は実は現地にもちょっとあの大阪で特番なんかもやったんですけど、その平野さんはどういうふうにご覧になってるかあれだけど、あの僕はやっぱりあの日本の役割ってのは米中というね、あの2つの、まあ、G2 ですよね、これが今貿易戦争やってて、まあ、これがもう全世界に影響を与えて、もう日本もそうですよね。だからここに対してその安倍さんがね、まあ、両方トランプにもものは言えるんでしょそれで言えるはずなんだよね。で中国とも、まあここはよくしっかりパイプを僕は我慢して作ってきたと思うけど、まあ言える。そしたら安倍さんはそのなんていうんですかね、僕の印象としてこう20カ国あるじゃないですか。そうするとアメリカと中国を除く18カ国の代表っていうか先頭に立って安倍さんは両方の国にちょっとなんとかしてよ、なんとかしてよってもっとビシッと僕はあの首脳会談で言うと思ったんですね。だそういうことは何にも言わなかったと。もう一つ僕はやっぱり非常に残念だったのは、日本の一番近いお隣の国の韓国と今うまくいってないんですよね、うん、そしたらね、あのいろいろあります。これ外務省の、とか、まあ、いろいろ取材をするとやっぱり今とんでもない難しい調整、本当に難しいとか韓国とうまくいかないんだって言ってるけれど、だからこそ僕はその首脳会談やればいいと思ったんですよ。だこういう時だからこそ、そしたら何も合意できなくても少なくとも現状はストップし、最悪の状態が、そして何とかしなきゃっていう僕ターニングポイントになると思ったんですよ。だからこういう時だからこそリーダーは日韓首脳会談もやるべきだと思った。でこれもやらない。それからあのロシア、なんか思い出せば去年の秋ぐらいにはこの6月にはあの北方四島の2島ぐらい帰ってくるぐらいの勢いの話してたけど、あれどこ行っちゃったんですかって話ですよね。だから安倍さん外交得意と言いつつ、この G20、 その平野さんおっしゃったようなの大阪城エレベーター発言も含めて、まあ、失点だらけなんですよ、得意の外交。だからなんかせっかくその流れの中でさあ野党がじゃあこのチャンスと捉えてね、例の2000万円も含めて、そこせっかくいいチャンスだと思うんだけど、なんかこうもう一ついかないって感じすごいするんですよね。まあ、決定的なのはやっぱりあれでしょう、
トランプがね、うん、北朝鮮の38度線でね、金正恩を見ると会ったこと、情報を知らなかったことですよ、うんうん、でそれはやっぱりあなたがおっしゃるように、うん、韓国の大統領と簡単しないからですよ、うんうんそうね、だから安倍さんは G20 で一番最初優先せないかんのは韓国の大統領との会談ですよ、うんうん、なるほど、それから僕はG20 を最大に参議院選挙に利用しようとしたわけでしょ、うん、彼らの魂胆は そうですね、うん、それが全部裏目に出たわけでしょ、うんうん、だからこれ予想したより参議院選挙の環境は事故に悪くなってるんですよ、環境は。それを野党が適切にものにできるかどうかということだね。なるほど。これ野党具体的に例えばいくつかプランあるでしょうけど、平野のこの戦略と してですよ、野党の選挙もし全部任されたとしたら どういうふうに作戦立ててやっていけばいいと思いますか。これね、私ね、うん、野党もね一生懸命やってますよ、うん、一生懸命やってますけどね、うん、まず党首討論を日本企画なのでやっ時にですね、うんうん、最後にさ、どういうその政治をやりたいかと、みんなに紙書いた時にね、はいはい、まあこの時効はいいや、ほってていいや、うん、本当にこの立憲がね、うん、生活防衛、枝野さんがですね、それから国民民主が玉木さんが、うん、家計第一、うん、共産が、うん、暮らしに希望をと、うん、まあちょっと後の人は省略してね、うんうん、同じことを言ってんじゃない、うん、これだけ同じことを言うんだったらね、うん、どうしてね一体となったね、もうちょっと心と身の入ったせ協力ができないか、安倍打倒というね、うん、そのまとまらなかった、うん、第一点、うんうん、それからこの同じそのテーマに対してね、うんうん、なぜこうなってるか、うん、生活が苦しいのか、うん、なぜ家計が苦しいのか、うん、なぜ暮らしに希望が持てないかという、うん、根拠で、うんうん、こういうことはあれですよ、まあ、病気で言うと病名でしょう、ね、病気の原因は何かということをね、うん、認識してないんですよ、うんうんうん、で要するに僕に言わせれば、うん、第二次安倍政権を、うん、要するに戦争のできる国家にするために、うん、宣伝の、うん、憲法9条を解釈改憲し、うん、安保法制を作り、うん、米軍にその従って世界の各地に行けるようにし、うん、いわゆる戦争でもって経済成長をしようというアメリカの政策に一致してやろうと、うん、そのために、使いもでで使い役にも立たんような、うん、しかも日本がその狙われる根拠になる、うん、安全をあふやくする、うん、陸上イージスをね、うんうん、かわされたり、うん、航空母艦を専守防衛に反するものを、うんうん、作ったり、うん、そういうことをしてるわけですよ、うん、要するに社会も政治も経済も戦前の戦争国家へずっと戻そうという動きがあるから税金の配分が国民の生活にいかんわけでしょ。なるほど、うん、緊急なその困窮なその7人にあなたがよく7人に1人のそら、うん、その児童の貧困にそういうものを作ったからこういうことを言うわけでしょ、うんうん、だからその戦時体制国家へのねその流れを止めなければこれは解決しないわけよ。そこが根本ですね。でそれをね、うん、このねちらと言ってるのはね、うん、共産党だけでね、これは見事でね、うんうん、この政策の中にね、うんうん、軍縮っていうのを入れてんのよ。あ、なるほど。しかし立憲も国民もね、うん、適当なその防衛整備とかね、うんうんうん、本質的に自民党と変わらん、うん、これは戦前のその昭和の初めね、はいはい、満州事変を起こして、うん、それから515になって、うん、226になっていくと、うん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 、いうコースと同じですよ。あ、それで僕は高知出身だから、はいはい、高知で今度徳島高知1区で共産党の若い、はい、いい男が、はい、
その無所属として統一候補でやる。で、ね、はい、で6月の23日に行って、決起大会に喋ってきた。で小池、書記局長と一緒になって、まあ、僕は20年ぐらいの付き合いだからね。それでその僕はそこで、うん、浜口雄光という人が、はいはいはい、民政党、内閣の、はい、かつてね、彼が、ロンドン軍縮でね、はい、条約で、に締結にこだわって、その軍部から天皇のね明治憲法のその統帥権官班という議論を起こしたけど、はい、その起こした海軍軍令部長をね、クビにしてね、はいはいはい、枢密院の反対を押し切ってね、うんうん、あの昭和天皇が喜んでですよ、その締結するわけですよ、でその時にね5年間で5億ぐらいのね、軍艦その整備費をね、1億3000万ぐらい削ったんだよね。はあ、でそれをね、当時それ削るってすごいことですよね。そうよ、あのそれでそれをね減税率買ったんだよ。はは、まあ、あの昭和あの強行だから。はしかもそれを決める閣議でね、5000万円のね、失業対策費の公債出すんだよ。おその頃の総予算ってのは14億から15億だからね。ああ相当な、だから今の5億とか1億3000万で考えちゃいけませんね。だから今まで言うともう何十兆って話ですよね。あのね、まあ仮に簡単にこう、あのスライドすればね、今の総予算約100兆でしょ。だから5000万って言うと15億のね 3% でしょ、3兆ね。はあ、失業対策に使ってる、はあ、そしてそれを決めた3日後狙撃されて、そうでしたね。そして、まあ、半年生きてたけど、まあ、1年近くで死ぬわね。もう殺され、それで浜口雄光が殺されたあと3週間後満州事件を起こすわけよ。それでクーデーターが前後でいっぱい出るわけよね。で今はさ、自衛隊がクーデーターを起こすとかなんとかってことはないけど、憲法を破壊するってことは次々とその9条以降行われてるわけでしょ。これはね、その憲法学者なんかに言わしたら、いわゆる上からの静かなクーデーターって言われてるわけ。なるほどね。武力を使わないね。それがそういう意味でその歴史の実態から言えばね、本質から言えばもう昭和初期とそっくりになってんのよ。例えば児童虐待、この戦前の法律ってのは昭和8年にできてんのよ。はいはいはい、これやっぱり布教、昭和8年ですか。これがそのなんていうか布教のもう典型的なその例だよね。その時に議論してしたのは、まあ、内務省が行政の組織として議論してるわけ。今度前回言って児童でやって法案できたけどね、あれだってアベノミクスが作った貧困が原因ですよ。どの党もそれを言わんわけでしょ。だから戦前昭和8年にあの児童虐待法ができた時に香川豊彦っていうね、クリスチャン社会奉仕家がね、なんで貧困問題をねこの中に入れないのかというそのことを言うわけよ。そういう偉い立派な人もいて、それから吉野作造さんなんていうのはファシズム化をさ、収めるためにその志のある与野党の人民統一戦線を作ろうとしたけど失敗するわけでしょ。革新側のガタガタで、同じじゃない今の歴史と。なるほどね。だから僕は今度の参議院選挙ってのはものすごくそういう歴史的意味が、ってことになりますね。そうすると野党にそのなんていうのかな、もうちょっとその辺の論理的なあれとかそうしっかり話し合って、その辺をこう意思統一するとかですね、その辺を攻めどころにするとか、その辺がやっぱ足りないんですかね。まあ一つはね、野党の国会議員もね立派な意識してる人もいるけど、リーダーの問題だろうね。で結局その何々手当を増やすとか、奨学資金の問題をどうするとか、そういうその金目の問題に還元 されて、そういうふうなあの制度を取らざるを得ない背景の議論ですね。要するに政治家のその頭の
アナログのいい部分がね、スポッと抜けてる部分があるんだよね。なるほどね。あの僕ちょっとずっと取材してて、まあ、投票率もそ最初はですよ、最初は投票率もそんなに高くないんじゃないかとか、まあ、自民党の世論調査だと自民党がずっと、まあ、やや優位にみたいなことでずっと4月ぐらいからあって、ところがやっぱり、例の2000万円問題が、かなりやっぱり節目になって、まあ逆風が、自民党に逆風が吹き始めていると。で、自民党がやっている世論調査、まあ、6月21、22、23だったかな、それがまあ最新の、今私が取材している最新の調査、それによるとやっぱりもう今まで優位とか言ってたところが、特に東北の1人区なんかはもうほぼ並んでるんですよね。つまりそれぐらい、例の2000万円問題っていうのは、やっぱりこう有権者にこう響いてると思うんですよ。で、何が響いてるかっていうと、その2000万円 も中身もそうなんだけど、そのなんていうんですかね、みんななんとなくこのまま年金がどうかなるだろうってみんなどっかで思ってて、このまま暮らしていけんだろうなぐらいみんな思ってたじゃないですか。でもそれを政府が隠してきた。で、それが大ピラになった。その後処理がひどかったでしょ。そのなかったことにするっていうか、これ平野さん経験上ありますか。諮問、大臣が諮問してよろしく頼むっつって諮問で帰ってきたものを、いや受け取らないって、こんなことありますかね。これありません。それからそういう一つの政治の、手法をね、はこれ神さんが許しませんよ。あ、だってその責任ある当事者があって、責任あるその相談する機関があって、依頼して出したものをね、ないものにするっていうことはね、これ人間としてやってはいかんことですよ。ありえないですよね。だから人間の社会でありえない論理なんですよ。行為ですよ。神さんが許さんっていうのは面白いけど、いや本当そうですよ。だからその辺もやっぱり批判だし、それからやっぱりね、このなんかこういう難しい問題に蓋をするっていうかね、そのさっき僕平野さんおっしゃった中ですごくストンと落ちたのは、やっぱ貧困っていう言葉なんですよ。やっぱり貧困っていうのが今のもうこれ世界中そうだけど、実は経済も何もかも含めて貧困っていうのは根っこのやっぱり根本の問題、これ人間のまあ生存権と言い換えてもいいんだけど、生きていくためので、こういうことになんとなくもうまた蓋してね、安倍政権ってのは言ってるんじゃないかと。だからそういう僕はなんか生活にこう自分たちの生活のど真ん中の問題だし、しかもそういうなんかうさんくさいじゃないの、隠してんじゃないのみたいな、そういうのが風に僕なってきてると思う。だからこそ野党はねもう大チャンスだと思うんですよ。その特に一人区はデータ見たらひっくり返ってきてるわけですから、まあ、変な話もう複数区なんか野党の党首回んないでね、毎日一人区行くぐらいのね、なんかそういうことやればいいのになってすごい思うんですよね。まあ問題は歴史認識ですよ、このままにいったら戦前と同じようになるっていう認識をね、保守の人間ならすべきですよ。保守の人間ならば。平野さんは自分保守って言ってますか。私は保守本流という、平野さんはね書かれたからね、だから私は高知でも国民民衆党高知県連顧問という、とってつけの名前をいただいて、代表として顧問ですか。で、実は、昨日 の4日の夕方も、千葉県の地方区 の、その共産党の公認候補を、小池書記局長に言われて応援したけど、小池さん気にするわけよ、あんたその国民民主党でね、この間やったのにね、ここで国民民主党立憲のあれが出てんじゃやっていいかっていうから、俺は千葉県ではね、政党関係ないと。しかも我が輩は保守本流であるっていう人が共産党の集まりで演説する、これすごくないですか。いやそれはね、でもそれはそうじゃないんですよね。いや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 、あなたいいこと聞いてくれた。このね、要するにね、保守本流に対して革新本流っていうのがあるんですよ。それでね、本流の政治っていうのはね、これ政治の本流っていう意味でね、同根なんですよ。
なるほど。でそれを僕は高知で、うん、決起大会で7分の間に話をして、うん、それ以上のことを知りたかったらこれ読めっつって、うん、1000人の聴衆者に配って、これですね、これベストセラーになってるわけだ、高知で。それはね、どういうことかというとね、これ視聴者の皆さんにプレゼントちょっと言わないですか、浜口優子のねやったことをね、うん、戦後民主主義でやろうとした政治家がいるんだよ。ほう、誰ですか。こういう感じあるよ。日本は今こそ軍縮の道を、うん、宮本委員長首相と会談。はあ、共産党のあの宮本委員長、うん、これは浜口優子の、これはね、はあ、そういう昭和56年の12月ですよ、うん、7年度の予算編成で、うん、鈴木善幸首相に党首会談で申し入れしたのよ。はは、要するに防衛費をね1兆円削減しろと、うん、そして大企業優遇、いや富裕者、これに対するその税金、あるいはその助成をね、変えてね、とにかく国民生活防衛をね、その新聞、これは赤旗から、40年前の赤旗から僕は取ったわけよ。はあ、1981年。これ共産党の人もほとんど忘れてるからね。このくらいのことはね、うん、この年の翌年中曽根に変わってね、はあ、それでその80、そうですね、おー、 1% 超えるわけだ、あの、うん、GNP 防衛費のね、あ、防衛費が、はい、そこでね、この時にあの鈴木善幸はこれ、うん、保守本流のちょっと爪の赤持ってるからね、うんうん、自民党に行って検討するって言ってるのよ、宮本議員。ところがこの間の参議院の決算で、うん、小池書記局長の7兆円の財源に対してね、うん、あの不公平の税制いろいろなくして、うん、それから防衛費を削って、はいはいはい、そうすれば年金の問題解決できるんじゃないかというに対して、うんうん、富裕層への増税、うん、そんな馬鹿げた政策はダメだって言ってるでしょ、安倍さんがね。これはね、鈴木も保守の政権じゃないですよ。それはね、あなたがさっき言ったようにね、うん、保守政治の本質はね、うん、貧困を解消するってことですよ。ほう、だって政治っていうのはね、デモクラシーの政治でも何でもそうだけど、うん、続けば必ず搾取と、うん、搾取される側ができて貧困が生ずるんですよ、うん、だから政治っていうのはその所得の再配分によって貧困をなくするっていうのが政治の最大目で、保守政治は特にそれを言うんですよ。なるほどね。ところが今の安倍っていうか、まああれ小泉あたりからだと思うけど、うん、逆ですよね。そのいわゆる貧しい人から絞り取ってね、うん、それを大企業のね、法人税の消費税を上げて、消費税の、上げて、うん、法人税の減税に使ったりね、うん、爆買いの武器に使ったりね、うん、国土強弁法だちて、うん、その庶民に回らんゼネコンにだけ金儲けできる公共投資 、うん、やってるでしょ、うん、これあのマルクス主義で言うならばね、クラシックな、うん、確実にその庶民からの収奪ですよ、うんうん、なるほどね。あのなんかやってることは革命とか破壊とか、破壊ですよ。そういう気がするんですよね。そのもう平野さんの話聞いて、と思った保守っていうのはまさに貧困というところが大テーマなんだというね、あのそういうこともさ、僕のまあ僕がこの世界入ってきて勉強した範囲でいうと、あの宮沢さんがかつてそのまあすぐ保守のについてのあのまあ本書いてて、僕それすごいと思ったんだけど、それはあの何書いてたかというと、保守っていうのは変えていくことをやるんですよと。ただその変えていくときに、そのここに塀があったら、この塀をすぐ壊すんじゃなくて、邪魔だからじゃなくて、この塀はなぜ立ったんだろうかと、時代に遡って、そしていろいろみんなで議論調べたら、やっぱり意味があった、あ、そうだったんだなと。そしたらじゃあ今これ壊さずにもう一回壊そうと思ったけど、やっぱり残そう、こういう結論になってもいい。でそうやって調べたら、いや、あ、その時はそうだったけど、やっぱり今はじゃあ必要ないね、そしたらそれを変えていこう、つまり改革はしていくんだけれども、
しっかりそのなぜそこにという、ここをしっかりみんなで見ながら時間をかけてそして変えていく、これが保守の改革なんだみたいなのが書いてあるわけです。で保守って聞くともう何も変えないと、もうがんじがらめでね、もう何もその昔から守ってきたものも一切変えないみたいな印象を持つじゃないですか。だけど実はそうじゃないっていうのを読んでうわーと思って、でまあじゃあそれで考えていくと、今の政権は議論もせずにボコボコもう変えたり壊したりしていくわけでしょ。これ保守じゃないなっていうふうに僕は思うわけですよ。その通りです。それで、うん、ただね、うん、その宮沢さん の, その保守論理議論は、ええ、いや私随分その情報提供してるんですよ。というのはね、そこでも活躍してるわけですね。というのはね、暗躍って言った方がいいよ。その戦後のね、うん、保守政治、保守のあり方、保守理論っていうのを誰が作ったかって言ったら、うんうん、前吉三郎が作ったんですよ。これは宏池会のその伝統で。なるほど、うん、それであまり知らなかったんだよ、あの宮田基地さんは。エリートだし、まあ、頭でっかち、それでね、うん、要するに、うん、あの人間的政治的な立場からすれば、うん、宮田さんはその前尾さんの、 あの主税局長と新宿軍と戦った時の通訳だからね、池田さんより尊敬してんだよ。なるほど。で亡くなった後ね、自分が総理を目指すためには、うんうん、政治にどういうふうに対処したらいいかって、ね、うん、その特に保守理論って前尾が考えた保守理論は何かっていうことで言ったら、私が前尾さんの手だったから私しょっちゅう呼ばれてね。いやだから平野さんのこの前の我が輩は我こそ保守本流なりだったから、あれ見たらあのでも全部通じますもんね。いやただね、前あのその宮沢さんはね、エドモンド・バークも知らなかったんだからね。へ、僕が教えたんだよ。そうですか、うん、それからあの総務会長とかいろんな時に、うん、非公式に呼ばれてさ、こんな時に前はどう考えたかっていう。はただ大事なことはね、うん、まあ一つ言っとくのは、うん、そのコンサバチズムっていうのが保守主義の翻訳ですよね。コンサバチズム、そのコンサバチズムを保守と訳し翻訳したその幕末明治の初めの翻訳した人に責任があるんですよ。あで日本語で保守といえばね、もう悪いイメージだから、保守官名だから、うんうんうん、だからその、そうね、なるほど、はい、保守主義と訳したもんだから、うん、戦前はね、うん、保守党という政党ないんですよ。あでコンサバチズムっていうのはそうでもないなということが分かってきて、うん、やっとあの保守党というのができたのが自由党が分裂した時、うんうん、あの奥義とか、はいはいはい、あの野田さんとか、はいはいはい、あれ彼らが保守党と思ったわけですよ、ね、はい、けどその、ヨーロッパの政治用語をね翻訳するのに適切なあの訳してないわけよ。なるほど、なるほど。デモクラシーを民主主義と訳したのも間違いよ。民主っていう言葉ってのは恐ろしい言葉なんだよ、うん、あれ君主という意味なんだよ、中国の語源から言えば。ははは。それからポリティカル政党、うん、ポリティカルパーティー、うん、これだってね、党とパーティーを党と訳したらダメなんですよ、徒党だから。あ、なるほど。だから随分その翻訳の仕方によってだね、うん、民主主義の定着をおかしくなってるんですよ。なるほどね。でその本当はね、保守主義っていうのはね、まあ、宮田さんはもう半分ぐらい合ってるけど、うん、その要するに政治モラルの確立なんですよ、うん、その歴史の中でこう貫通してる、うん、それは外さないって言うんだよ、うん、だから議会政治作ってね、当然なみんなが納得する政策提案についてね、バカらしい政策なんていうことを言っちゃダメなんですよ、うん、それは人間じゃないですよ、うん、それはね、僕はね、あの脳神経のねホルモンが足りないと思うんだよ。正常化する、うん、絶対言っちゃダメですよ、うん、それが自分が作った審議会の答申をねないもんにするなんていうのはね、これはねお化けの世界の話ですよ、うんうんうん、それをね有識者、マスコミ、政治学者、憲法学者が叩かんっていうのはね、もっと叩かれる話でしょこれね、うん、僕もいや、で、なんでこれがこうワッとウェーブにならないのかっていうと、やっぱりそれを伝えるマスコミ含めてそこをそんなにね
追求してるんです。そのおっしゃってるようにバカな政策って言ったバカっていう言葉自体がって思うし、さ飲み屋でねなんか友達として酒飲みながらサラリーマンが怪我してお前このバカ野郎ってやってるならいいですよあの場でね、要するに民主主義の最高峰の国会の議論の場でバカないでしょ。それね、野党のね押し方が悪いんですよ。うん、それから三原淳子のね野党のこれなんかね許せないんですよ。いわゆる通常の人間の発言じゃないですよ。それはね、少なくとも国民を代表して国会議員になる、あるいは国民を代表してある政党が政権を取る場合のその基本的な保守主義のね、その考え方っていうのはね、自分の主張、自分のやっぱりその利害、追求していいですよ。しかし、その上に、そういったものを超越した、その国全体、社会全体の公共的利益っていう、これを絶対壊さないと。この公共的一つのルールっていうのはね、道徳律ですよね。これはね、何が何でも壊さないというのは保守主義ではあるんですよ。だから宮沢さんはその部分がないんだよ、分かってないんだよなるほどね、それは政治改革の時にね、あれだけ盛り上がって、小選挙に国にするか何かすることは別にして梶山が潰した時にね、それではもう党の機関を掘ってて、党首会談で政治改革基本法を作って、要するに自国会からやっぱり政治制度、選挙制度、そういった民主主義のあり方について与野党で議論していこうという法案でしのいで、時間かけて作ろうという案を僕は小沢さんと一緒に、その宮沢さんというのは僕らその身内だからね、僕にとっては出したんだよ。でその時それを受けるべきですよ。党首会談しなきゃ与野党乗ったきてから ね、その時にねもう間に合わない、やできないって断ったの。だからこれ保守主義分かってないと思ったんだよ。あの時のそのリクルート問題と含むね、政治の腐敗をあれしようというのがね、それは国民の 80% のゾーンだったから、かの竹下登さんが後藤田さんにね、作ってもらった政治家対抗の実行なんだからね、それが結局テレビでね、国民にこの国会にやりますって言ったその最大の政治としてのルールっていうかな、そうですよね、保守主義者ってのは、保守本流ってのはその時に命を懸けても守るんです。浜口優子がほら殺されてもやるって言うんだからね、命を懸けてね、それが保守主義の大事なところなんですよ。そうするとその今やっぱり今の安倍政権はこれはもう保守ではない、僕は言わせたらね、政治でもないでよ。それひどい状況ですよ。もう国際的にそういう批判が出てんのよ、G20 なんかの流れの中で。その辺もだから、このでも選挙戦って ああいう党首討論みたいなのはそれこそ最初の頃はやりますけど、あともう入ったらみんなそれぞれがバラバラに自分のその党の候補のところに行ってわーっと訴えるだけでしょ。だから論戦がないですよね。だからその辺はやっぱりそのしっかりとその有権者が、しっかりその比較しながらやっぱりもう投票もこれするしかもないですよね。安倍さんには論戦をする能力ないんでしょ言葉を使うということについての言葉の使い方も知らんでしょ。平野さんご覧になった、僕たまたま見てたTBS の23ってニュース23で、自民党本部が配ったっていう、なんか演説用のね、パンみたいな冊子があって、でそこに、野党の悪口が書いてあるわけですよ。別にいいですよそれは。 だけどその挿絵っていうかイラストがあって、そこにねなんか枝野さんこうよだれ垂らしてこんな顔してたり、で C さんに至っては耳があって、犬なんですね人間じゃないのもはやこんなことやりますかみたいなことを、その番組でテーマになったら、安倍さんはそれに対して、僕なんていうかなとこう思ったら、いや自分は見てないと、それよりもっつってもうすぐにね話題を変えて、もうすごいもうなんかこうハイテンションでね、ここに書いてあるその憲法自衛隊合憲かどうかっていうのは、その枝野さんとその共産の C さんは
違うでしょ、どうってそこにバーンと行くわけですよ。いやいや、ちょっと そうじゃないぞ、こういうものをそのまあ政治のこの矜持としてね、こういうものを配るっていうのはどうなの。いや、もう一切答えないでガンガンやるわけですよ。でああいうのって、まあ、横でさすがにあの連立のあのパートナーである山口那津男さんも横でこうもう苦虫潰してましたけど、ああいうのって僕なやっぱ総理でしょ、どうなのっていうのはすんごい思うわけですよ。だから論戦になってないってまさにそこで、あれに対してじゃあどうだってピシッとそれなりに答えて、そしてやっていけばいいんだけど、あの辺がね、やっぱこれ一強のあのおごりみたいなのあるんですかね。あれはあの犯罪だね、うん、ですからその誰が書いたと、うん、誰が出したということが分かってたら確実に選挙妨害ですよ、うん、あれは、うん、しかしそういうことを分かった上で出せるわけでしょ、うん、だから余計ねずるいんですよ、うん、だから政治を冒涜なんて政治じゃないですよ、うん、あれはあの暴力反社会の方がまともじゃないかな、うん、彼らはっきり言って闇営業問題の、だってあの例のその麻生の答申のなかったことにするなんてのは、うん、反社会でもう昔の反社会は許さなかったんじゃないの任侠の世界の方がもうちょっと何が博多の、ね、いやあの義教の世界じゃないあるえない話よ。博多じゃないですよ、広島とかでしょ、ね、まあそうあの山口組とか、いやそれはいいんだけども、それであもう一つね、その憲法の話、そうこれちょっと平野さんちょっと物申したいことがあるでしょうか。ある、いくつもあるんですけどね、言ってください、言ってください。あの僕はまあそのちょっと深読みしすぎる、勘繰りすぐあのしすぎるというね、うん、あの批判私もありましてねで私ももう自重しておるんですがね、勘繰りたいことがあるんですよ、うん、それはあここのところその戦場のね、うん、大豪雨の、うん、そのなんていうか超、うん、緊急大雨が降るという、はいはい、豪雨ですね、豪雨の、うんうん、気象庁がそれをやって、はい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 、それは気象庁の客観的な報道だからいいんですよ、うんうん、で特に九州西日本で、うん、で鹿児島のある市では、うん、人口60万人ぐらいのところで、うんうん、主要できる施設は6万人しかないのに、うんうんうん、避難準備せよっていう指示出すわけでしょう、うんうん、いかにも大きな災害が豪雨があるというふうに、うん、状況をまあ僕はあ気象庁が噛んでたとは思わんけど、うん、そこら辺その官邸と NHK はどんな絡みしたか知らんけど、あってわざとこう大げさに伝えてるってこと。そして第一声の、うん、その雨、うん、あるいは党首討論の中で、うん、救助の自衛隊明記ってことを盛んに言ったでしょ。あでそれは大災害が発生して、ね、自衛隊が出動するという状況で参議院選挙体制に入ればね、うん、これはあれですよ、自衛隊明記の支援者自然に増えますよ、うん、これを僕は演出し、ね、狙ったんじゃないかと。ああ災害をうまく利用、まあ、簡単に言うと利用して、うん、そしてこの自衛隊の存在を活動を立てて、うんうん、そして自衛隊をそのいわゆる憲法に明記するというその流れを、まあ、選挙の中でもガーッとこうアピールできると、それで参議院で3分の2を確保しようというね、うん、企みが安倍さんとか官邸の彼らの心を読むとね、うん、深層心理を読むとそういう計算があったと、うん、僕はまあ80過ぎるとね、なんか私の頭もね、こう非常に霊的になってきてね、深読み。いやでもね平野さん、僕それちょっと名前かもしれません、全面的に僕はそれ正しいと、まあ、深読みじゃないと思う。それはなぜかというとあの安倍さんが、あの第一次政権の要するに12年前の時に、まあ、参議院選挙で大敗して、それでその後体調を壊して退陣しましたよね。であの時の参議院選挙、12年前のあの時に、選挙の最中に覚えてます、新潟中越地震が起きたんですよ、ね、うん、今回も新潟で起きたから僕はと思ったんだけど、うん、まあそんな大きな被害じゃなかったからね、安心しましたけど、でもあの時新潟中越地震があった、その時に官邸に、もう名前ちょっと言いませんが、官邸にいた安倍さんの側近とかが僕に話をしたんです。チャンスですと、ね、
チャンス何かというふうに、災害とか起きるとやっぱり政権がこう出ていってしっかりやるじゃないですか。そうするとどっちかというと政権にこう有利にって風が吹くわけですよね。あ、よくやってるなと。だからこれはこの災害をどういうふうにね対応するかっていうので、もうすごいチャンスだということを僕にはっきりチャンスという言葉を使ったんですね。で、実はそのもう直後に安倍さんは新潟行ったんですよ。選挙中ですよ。で、なんだっけ、あの防災服みたいに来て、で、体育館とか回って、そしてぶら下がりで、いやもう政府としては全力を挙げてってこう言ったわけです。で、あ、やってるなと普通は見えるんだけど、あの当時は実は安倍さんの支持率ってガーッと下がってる時だったから、下がってる時にそれをやっちゃったもんだから批判が集中したんですよ。わざとらしいと、選挙を利用してるじゃないかって言ってね、逆の効果になっちゃったんですね。で、何が言いたいかっていうと、やっぱり災害とかでどう対応するっていうのは、これは政権っていうのは絶対使うんですよ。権力っていうのはそういう悪質な、うんうん、だからそういう意味では今回もその大雨の時に、もうこれは早速、例えばあの新潟で、あのその前地震が震度6弱だったかな、あった時にも安倍さんは夜わざわざ官邸に来てね、政府としてはっていうことを例えば言ったりとか、次の日にはすぐあの、まあ、防災の会議でこう発言したりとか、で自衛隊もとか、だからそういう意味ではおっしゃるように権力っていうのは常にね、そういう災害とかもなんか利用するっていうか、僕それあの実際取材してそこであったんですね。だから今回もそのおっしゃるように、そういう決して深読みじゃなくて、使えるものは何でも使うんだと、外交でも何でも。天皇の利用だってね、まあ令和をね、今年改元をね、その今年に持ってきたのだって、やっぱり選挙のねっていう、そういうのは、まあはっきりは誰も言わないけど、まあそうみんな思ってて、そういう話をしてくるわけですよね。だからね、やっぱそういう意味、そういうところに騙されちゃいけないけど、僕はやっぱり有権者とか国民はそれなかなかね見抜くことはできない。それを見抜いてしっかりやるのはマスコミの仕事だと思うんですよ。だからここがしっかりしていなきゃ、まさにコミュニケーション戦略みたいなのに騙されちゃって伝えて、そして結局は最後は有権者がちゃんとした選択ができなくなる。だからもう本当ね、僕今度の選挙の一つのポイントは、そのあのおっしゃるようにいろいろあるんだけれど、野党もどうするとかいろいろあるけど、僕はそのポイントの一つが、マスコミがどうね今度の選挙を伝えるのかと、争点焦点とかでいろいろ書いてますけど、それはマスコミが決めた焦点であり争点であり、安倍さんが言ってる争点で、安倍さんは都合のいいことしか争点言わないわけじゃないですか。だから僕ね、マスコミも試されてるっていうのが今度の選挙かなって気がするんですけどね。どうですかね。あのね、うんうん、その今のマスコミの問題っていうのはね、ええ、まあ、マスコミがそういうことに積極的にね協力するかしないかっていうことは一つ別にとってね、うん、まあ、これ言うと私もあの駅あたりで階段から突き落とされる可能性がある、 あるけどね、こう、まあ、一つ秘話は言いましょう、うんうん、個人の名前とかマスコミの名前なんか言わずにね、うん、一頃さ、うん、飛行機の事故とかさ、うん、ハイジャックがなんか連続的にあった頃があった時代、昭和時代に、それで自民党がねやっぱり大きな法案を強行採決するときにね、うん、自民党の国対の一部の人たちはね、うん、ハイジャックがないだろうかとかね、あ、飛行機事故がないだろうかってことを盛んに言うんだよ。あ、そうするとね、報道が10分の1になるんだよ、強行採決した国会の。権力ってのはそういうね恐ろしさを持つ場合があるんですよ。だからそれを暴くのが、ま、マスコミ、マスコミですよ。ジャーナリズムってそこにあるんじゃないですか。だからやっぱり報道の量によってだね、うん、それはハイジャックとかは、まあ、そりゃそうですよね、とちっちゃうからね、うん、そういうもそのた、まあ、期待したっていうのはね、うん、あの国対委員長とか幹事長いましたよ、自民党の中に。あと聞くともう不謹慎だね。そういうね、その遺伝子があるんだよ、うん、その今割り部分が。なるほどね。大体ね、派閥で分かるんですよ。それで例えばね、私がその、うん、指導を受けたね、はい、前吉三郎というのはね、はい、もうこれ金権政治が嫌で、あの宏池会の会長をね、はい、飛ばされた男だからね、うんうんうん、
議長をやってる時に、うん、この派閥に絶対先権を渡しちゃいかん、日本がおかしくなるっちゅう。それからこの派閥のこれを防衛大長官にしたら絶対防衛と利権が起こるっちゅってね、もう本音を僕に言ってくれたよ。その通り。はだから某派閥がね長期政権を組み出した頃からね、日本のデモクラシーっていうのは典型的に悪くなってるね。あ、それ若いですか。え、まあ、はい、それでね、あ、それを作った岸さんが、大嫌いでね、それでね、その岸さんの会合があるわけよね、それで嫌いなことを分かってるからね、うん、勝手に僕は相談せずに欠席通知してるとね、そのまあ来てくれってことになるんですよ。そしたらね、やっぱり官僚の先輩だからね、日本の官僚主義のそういうあれがあるんだな、うん、なるほどね、いや、それであれですよ、あの船舶振興会の親玉なんかはね、うん、あの岸さんと提携してね会計検査院の入らない、うん、あの船舶振興会のあれを作るんだから、うん、だからあれしていくわけだから、うんうん、それで船舶振興会会長主催のがいかにも公的な機関みたいな形では、うん、総理とか両院議長ね、うん、こう祝辞とか、うん、出席する、で公的に国際的に見せるわけでしょ、うん、それで万葉議長がそういう人だから、うん、あ、これは私的な機関だっつって祝辞僕は出さなかったのよ、はあ、そしたら脅しかかったよ、関係者から。はあ、そんなことあったんですか。ありますよ、はあ、それでそれはしょうがないじゃないですかって言って、その理論でいけば、うん、で万葉さんね、まあ、そうは言うけどそれは人って言うわけで言うわけよ、でそのうち間に合わなくなってね、うん、それで相当プレッシャーっていうか脅迫がかかったけど、おったいがアメリカから帰ってきて、うん、俺にそれだけのことをやる人間がこの世の中にいたのかと、うん、それは立派だって逆に褒めてくれて、そういう人もいるんですよ。はあ、そういう人も僕は尊敬したけどね、逆に。なあ、なるほどね。飯食おうって言って結局食わなかったけどね。あその人間ってのはやっぱり、うん、そのいい悪いは別にして、うん、腹の人間ってのはあるんで、腹、うん、腹のある人間はそっち系とでもやっぱりちゃんとしてるんだよ。なんか今の政治ってなんかそういうの随分なんか欠けてきたっていうか、ないっていうか、あの取材してもなんかそういうなんか人間臭いっていうかね、うん、そういうの減りましたよ。平野さん、僕、ね、まあ、人間臭いとね、いいとこと悪いとこがあるから、ね、もちろんですよ、もちろん、あの全部いいとは言わないんですけど、うん、だからでもそういうところからその物事って解決していくこととかあるじゃないですか、政治って、うん、いやそれすらないから、うん、結局なんかよくはもうね、うん、ダメになっちゃうようなケース多いからということでですね。それでね、一つ言いたいことがある。どうぞ。あの僕はね、日本憲法の問題でね、はい、新しい憲法の、まあ、令和時代のね、うん、憲法を守る、特に9条をね守るということについてね、新しい運動しようと思ってるんだよ。それはね、あの9条っていうのはね、もうないと一緒なのよ今や、うん、だって自衛隊過去が過去が関係ないんだから、自衛隊も外国に行けるんだから、安保法制もね、はい、それでね、やっぱりあの9条復活っていうのは大事なんだけどね、うん、要するにね、日本の憲法学者にも根本的な問題があるのよ、うん、それが分かった、うん、それはね、私たちあの内覧代、内覧予備代を出してる、もうああいう方法しかないんだから、この、あの霊界魔界の世界の政治っていうのはそれをまあいろいろその違和感があって、うん、あの憲法学者の問題があるってことが分かったんだよ。それはね、大体その、まあ、東大京大はあのこうおしなべてね、うん、こういうことですよ。日本国憲法はね、憲法の原理を破壊するね、うん、犯罪に対してね、うん、司法で解決する行動になってないってこと、ね、うんうん、それが日本 の, あの憲法学の根底なのよ、うんうん、だから平野のやってるようなことはあのなんていうかそのおかしなことだという、うんうんうん、ところがね、刑法を改正して憲法の基本秩序を回覧するものは内乱罪の対象だって明確に、憲法の刑法の77条が憲法の99条の実定法になったということを憲法学者は認めないんだよ。だからあのそういう
全体の憲法学者のね、つぶやきが聞こえてきたんだよ。いろんな方向から。これはね、絶対に間違いですよ。だから権力が犯罪する率の方が今圧倒的に多いんだから、日本の国でも外国でも。だからそれは検察は受理しないでしょう。しかし3000万人の憲法改正反対の署名やるよりね、100万人のね告発やってごらんなさいよ、法理論やってごらんなさいよ、憲法と刑法の比較してごらんなさいよ、日本国憲法作った時にはそうだったかも分からんけど、変わってきてるわけだから、それは憲法学者がね、それに見ざる聞かざる言わざるを続けるならね、僕は選挙終わったらね、年金はたいてでもね、あれですよ、公開質問状を憲法学者に出そうと思ってるんだよ。それで誰それは返答した、誰それは返答しないというのを公表しようと思ってるんだよ。なるほど。憲法学者のね、ものの考え方の根本、この危機のね、21世紀のね、戦争をやったらね、ダメだっていう、人類破滅するっていう意識がないとダメよ、これ日本の国っていうのは。で、日本の国が憲法を守りゃね、アメリカも中国も乱暴なことできないですよ。そういうそのちょっと自分たちのその活動のね、この変更をしようと思って、ここ先を要するにまあいろいろあるんだけど、環境整備だね、それの一つとして要するに憲法学者と今度ちょっと対峙をして、そこでしっかりとその形を作ろうと、このままだったらダメですよ、なるほど、憲法学者ね、憲法学者がね全体ね、でも憲法学者の中にも平野さんたちのことを理解を示す人たちいない、小林誠さんだけよ、ああ誠さんだけ、で後の人たちは言いたくない、触れたくないわけだよ、そのいわゆる学説的に師匠からずっと教わってるわけだから、なるほどね、ああじゃあ憲法学者を憲法学者および政治学者ね、政治学者、政治学者にもう一つあれも一緒にやれって言ってくださいよ、保守とかの概念をね、もう一回新しくね、やり直せと、そうね、それでちゃんとそれをね、教育として学校でね、保守とは何かね、今安倍政権のこと保守とか保守層とか言うけど違うぞと、保守っていうのはみたいなね、ちゃんと今の時代もう一回その保守の概念とかそういうのをね、これ政治学者の人にやってほしいんですよ、これね、それもちょっと厳しい、まあこういう名称はともかくとしてね、宏池会が保守本流でね、その保守本流は宮田場でね、それを継承したのが新潮先駆けでね、竹村でね、はいはい、それを継承 してるのがリベラル保守として立憲のエダードランっていう学者がいるんですよ、とんでもないバカなこと言うなって言うんですよ。宮田さんなんかね、本当の保守本論を理解してないんだよ、さっき言ってましたら、理解せずになくなったわけよ、まして高村なんてのは、あれはね、保守側のね、トロツキーなんですよ、トロなんですよ、なるほどね、それの継承者なんですよ、あとは、だからそういうのもちゃんと整理をして、概念をね、やっぱりやり直しも、だから僕、政治学者、それから憲法学者という、そのまさに有識者のところも、やっぱりちょっとね、今、頑張り時だと思うので、そうこれ、中途半端なんですよ、だから、平野さんその、やり合うのは、僕、すごく、それはもう楽しみに、だから僕もしょうがないから、もうあと死ぬだけだからね、いや、何言ってんすか、肉弾三重心みたいにして、ね、冗談です、もうちょっと一緒にやって、やっぱりもうちょっと大変だけど、むちゃくちゃなことを言わないとね。かりました。今日は早野さんいないから2人で持つかと思ったら、まあ、全然時間がやっぱり予想通り足りませんでしたけどね。はい、ということで、まあ、とにかく参議院選挙、もうこれ重要なね、節目だということで、平野さんの話からも分かりましたけど、それ考えて皆さん投票していただきたいと思いますけどね、はい、じゃあまた来月お会いします。ありがとうございました。